はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。野上パンのエミちゃん様、お手紙いただきました。ありがとうございます。新寺様、水戸の広安様、小杖様、お手紙もご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。11月5日今度の土曜日、14時から16時、新松戸駅にて政治活動を行います。JR とあの武蔵野線が交差している駅であります。出口は一つしかありません。反省会などは特にありませんが、よかったら見物にいらしてください。よろしくお願いいたします。総理諮問機関の税制調査会、財務審議協ですね。またろくでもないことを言い出しました。最近の車は燃費良くなったし、電気自動車からはガソリン税取れんぞ。せや、走行距離税を作ったらどうや。とですね、なんかあの走行距離税、どうやって課金するんだか知りませんけれども、走った距離1キロにつきいくらとか取るのかな。それどうやってチェックするんだって話なんですけど、すでにですね、走ったら罰金のガソリン税があるだろう。異常だよこの政府。好きあらば罰金やめてくれよ。消費したら罰金消費税ですね。金稼いだら罰金所得税とかですね。増税議論しかしてないだろ。物流を潰しに来てるね。これでまた若者の車離れガーとか言い出すんでしょ。田舎暮らしは贅沢の時代。個人タクシー死亡のお知らせ。まあまあ個人タクシーも電気自動車にすればいいのかなんて思いますけれども、俺は車持ってないから関係ねえっていうのは間違いであります。スーパーに並んでる商品でもですね、コンビニに並んでる商品でもですね、まあ通販で、お家に届くものでも、あらゆるものがトラックで運ばれてくんですから、輸送費の値上がりは当然あらゆる物品商品の、価格に転嫁される。物価高を 1.2% 抑え込みますばらまきでってこの前発表しておりましたけど、その一方でですね、物価が上がるようなことを言い出したなぁ。まるでブレーキ踏みながらアクセル踏んでるバカ政府だなぁ。感心してしまいます。女性が輝ける社会を、つってですね、専業主婦撲滅運動をやりながら少子化が大変だとか言ってるのもアクセルとブレーキ。マジでガチのバカ。鬼バカっすね。走ったら罰金のガソリン税。しかもガソリン税かけた上に消費税かけてる二重課税なんですけど、皆さんご存知ですか？ガソリン税廃止して、その上で代わりに走行距離税って言うならわかるけど、まあ財務省は減税するぐらいなら死んだ方がマシぐらいの勢いでやってますから、まあ多分そうはなりませんよね。お前らの小山後も重税に苦しむのに本当にバカな連中だと思います。軽蔑してます私、財務省の増税言うやつ。車必須の田舎暮らしは贅沢ってなっちゃいますね。ますます都会、車なくても生活できる都会に人口が集中する未来が見えます。それでもいいですけどね。やっぱりね、人間ぎっちり固まって生活した方が効率的にはいいんですわ。効率。あと日本文化っていうのもですね、江戸時代の長屋、ぎゅうぎゅう詰めで暮らしてた頃に出来上がった文化っていうのも多くてですね。日本政府、小笠原諸島、南鳥島沖、鳥って読めちゃいますね。南鳥島沖の海底からレアアース採掘。現在70トン、1日のペースだが、将来的に350トン目指すそうであります。埋蔵量は数百年分あると観測されています。レアアースというのはですね、スカンジウムやイットリウムなど17種類の元素の総称。スマホやパソコン、自動車の生産に必須。前中国が意地悪して尖閣諸島でやり合った時に、船長逮捕した時に、レアアース日本には輸出しないなんて意地悪ぶっこいですね。日本が
日本企業がじゃあいいよっつってあのレアアースなるべく使わないように、改良しちゃって、無効化した事件がありましたけれども、ネットの話、コビ中派議員が邪魔しそう、中国漁船が採掘船に体当たりしそう、円安だからコスト的にもタイミングはベスト、将来的にレアアース値上がり必須だから、そうなの、今のうちから採掘手段を確立していくのは正解、本命はメタンハイドレートとガス電だろ、まあ円安でいろいろ始まりましたな、これまではあの多分、買った方が安いとか言って採掘に許可が下りなかった、採掘に豪ってならなかったみたいで、これだから左翼は円安に大反対するんですよね。日本経済が蘇っちゃうから。民主党なんかあの円高誘導でですね、日本経済破壊活動やってましたしね、現在はほぼ全量を輸入に頼っており、6割は中国から輸入している、供給途絶のリスクが懸念されている経済安全保障推進法に基づき、国が関与する特定重要物資にレアアースも指定する方針だそうでございます。経済安保大臣の高市さんが動いてくれたのかな。とりあえずですね、あの輸出しねえぞっていう脅しをですね、無効化できてですね、中国涙目と。実はあのどの国でもレアアースは掘れんですけど、掘るほどに放射線障害で作業員に健康被害が出るんですよ。なもんであの1日1時間までとか言って、まあ、コストも上がっちゃう。中国は人民の命を無視できるんで、下々の命と引き換えにですね、掘りまくりと。他国はですね、あの中国がそうやってあの自分とこの国民犠牲に CC 掘ってんのが安く叩き売してるから買った方が安いわっつって、自分とこで採掘しないだけでね、中国だけにレアアースが豊富なわけでは全然ありません。海底の泥を組み上げて抽出するそうで、掘らないからあの放射線障害ないのかな、放射線障害あったらば、許可下りなさそうな気がするんですけどね、国内消費分だけでなく輸出できるほど安く組み上げられっかな、それが勝負だよなって感じであります。アメリカ民主党左派、まあ民主党と共和党ってあるんですけど、民主党の方が左翼ですね、議員ら11人が急激な利上げに懸念、 FRB に公開質問状提出だそうであります。怒り役、これを受けネットで議論開始、米国左翼利上げすんな、日本の左翼利上げしろ、なぜなのか、利上げするとインフレ抑制デフレ推進になります。物価があのすごい上がっちゃっていう時は、で利下げ、もちろんあのこれ肯定部合の話ですよ。日銀ってとか、中央銀行ってやつ。日本なら日銀。日銀が銀行に貸す金利、肯定部合、を利下げすると、インフレ推進、デフレ抑制。で、日本はもうすでにゼロ金利。で、もう、これ以上下げらんねえわ。つうとこをずーっとやっております。そんでもデフレになってる。ネットの意見、意味が分かってないからだろう。自民党に文句を言えればそれでいいから。今の日本で利上げしてどうすんだよ。仮に円安を是正できたとしても、利上げは経済を冷やしてしまう。利上げしとですね、預金してた方が金利つくわ。なんていうことで、金使わなくなっちゃうっていう、効果があります。コア消費者物価が 2.0% になってないのに利上げしてどうすんだよ。英米は8とか 9% になったから利上げしてんだぞ。まあインフレがひどいから利上げして抑制しとる。金使うのをやめて貯金してくださいよというようなもんでしょうかね。で、あのコア消費者物価 2.0% っていうのは毎年 2.0% ぐらい、あの物価が上がっていくのが健全な経済成長であるっていうですね。まあそういう定義がありまして、左翼はバカだから利上げと賃上げを混同してる説。日本の左翼はただの経済バカ。利上げしろと言ってるバカ政党の議席が参院選で減ったのが良かった。日本の左翼が衰退する一方なのは経済を全然理解しておらず、まともな経済政策を出せないから。自民党の議員だって理解してないよ。自民党だってさ、なんかあの財務省の言いなりになっちゃってますからね。バカだから、勉強しないから。日本の左翼は
経済を破壊して貧困層を増やしたい、政権に不安を持つ仲間を増やしていずれ革命を起こしたいからというですね、まあそうだわな。左翼は経済バカってありましたけれども、いやいや、経済以外もバカですよ。買いかぶりすぎです。私に向かってですね、議員に権力があるとは思いませんって言い放った立憲議員もいたぐらいバカ。議員調査権っていうのがあんだろうが、あとは休憩、議会の休憩要求して、職員に残業を強制する権力もあんだろうが、言い返しましたけどね。まあその人ですね、政務活動費横領して自殺しちゃったけど、左翼は政府がやってることに何でも反対することを期待しているバカ支持者に支えられてるから、まあ日銀、イコール政府の子会社のやってることも、何でも反対するんですよね。まあ今更ですけど、それに何でもかんでも反対っつってる方が勉強しねえで済んで断然楽だしね。日本経済破壊して無敵の人を増やして革命仲間を増やしたい、経済が悪い方が商売繁盛、そりゃそうだ。共産党なんかは貧困層に向けての政策が多いから、貧困な人が減るとまあ商売、不繁盛ってなっちゃうんですね。まあ厄介なのはテレビ新聞がこれを断然応援していることであります。経済破壊で広告費減って自分らの首が締まるのも分からずにやってるとこは、そのテレビ新聞がバカなとこで、小山号はですね、重税に苦しむことになるのに理解せずに増税に励む財務省官僚と同等の頭の悪さやな。テレビ新聞、テレビ新聞はお前らも経済活動してんだからさ、日本経済破壊したら、それを応援してたら自分らの首締まんのが分かんねえのかな、バカだな、つくづく思います。神奈川県議会の立憲議員同士が揉める、重大なハラスメントがあった。県議会の議員定数とか区割り、まあ選挙に関する変更ですかね、それの話し合いで意見が分かれ、議員やめろなどを言った側は佐久山智輔っていうのかな、他2名言われた側は佐々木穂奈美議員と野田晴美議員、どっちも女ですね。ネットの話、左翼はいつも暴力的だし、言ってることとやってることが真逆なのが左翼、バカなんじゃないかな。女の壁とかやらせるとだし、ミートゥー出番だぞ。全時代的な価値観とエゴで政治ややってる極潰しどもですし、普段女性差別だとかうるせえ蓮舫辻元だんまり、自分が一番だと思ってる連中だから、ミーツー連合が静かだが解散したのかい。左翼のジェンダーはただのファッションだから、本心では全然そんなこと思ってねえから、これ自民党の話だったら朝から晩まで全国放送確定ですね。お下列ワイドショーで特集すると、言ってることと真逆なことするのが左翼なんですよ実は。リベラルイコール寛容と言いつつ異論を認めないと、上部に意見すれば除名する共産党であるとか、多様性と言いつつ多様性の統一とか言って一つの価値観しか認めない共産党であるとか、あとフェミなんかは専業主婦すげえ憎んでて、あと恋愛することもすげえ憎んでて、結婚もすげえ憎んでて、一番嫌いなのが専業主婦、フェミが一番嫌いなのが、でね、なんか女性がなんかかっこいい仕事やってる、例えば企業の役員であるとか議員であるとかしか認めない、女性も徴兵すっかとか、女性も土方やってくんないとか、ゴミ清掃員女性もやっちくんないなんては認めないっちゅうんですね。フェミ一つの価値観しか認めないっちゅう連中がおりますけれども、男女平等とか言いつつ国会で女性の壁とか言ってですね、採決妨害したしね、女性なんかどうでもいいんでしょう本当はね。話し合いでと言いつつそれを拒否して国会18連休してみたり、9条守れと言いながら暴力振るったり、千葉9条の会メンバーがナイフで人刺した事件もありますね。9条ナイフで検索してみてください。立川では凱旋に文句言ったおじいちゃんに表現の自由タックルっていうのをかましてですね、骨盤骨折差し刺し、平等とか言いつつ、不破鉄道は赤旗御殿に住んでし、 C 和夫はピアノを弾くためだけの部屋持ってし、自分たちはクリーンだと言いつつ焼肉店で排便しちゃうし片付けねえし、店主どうしてこんなことに、許せません、かわいそうですね。左翼は口ばっかで
綺麗事ばっかり言いますけど、まあ論より大声嫌がらせ、最後は暴力と、まあこれにつきますね。米国の思考調査でですね、リベラルはバイオレンス好きっていう調査結果も出てますし、これはリベラルを自称する人の方が、まあ見る映画であるとか、まあネットフリックスの番組であるとか、バイオレンス傾向が強かった。これはですね、まあ殺人とか暴力とか、裏切りとか不倫とか、そういうものを扱った映画やテレビ番組や、小説や、その他の作品をリベラルの方が好んで、たしなんでるっていう調査結果出てます。実はまあ自称リベラルなんですけどね、その実全然リベラルでもなんでもないですけど、アメリカも日本もね、寛容でもなんでもないですけど、本当に寛容だったら、共産党は危険だから滅ぼすべきだって言った私のことも寛容に認めろって、多様性として、そういう多様性も認めろって話なんですけどね。そういうわけで、どういうわけで、11月5日土曜日、新松戸で政治活動やります。反省会なんか特にないですけど、よかったら見物にいらしてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。